緑色の皮に赤い果肉と黒い種、まるでスイカのような見た目のスイカパンです。南国市の西島園芸団地が高知市のコミベーカリーと共同開発したパンを昨日南国市役所でお披露目しました。コロナ禍で飲食店へのスイカの販売が減ったことから消費を促そうと開発しました。食パンの生地に西島園芸団地産のスイカの果汁を練り込み、種に小豆、皮にほうれん草を使い、すっきりとした甘さに仕上がっています。スイカパンは西島園芸団地で1日50個を販売するほか、予約をすれば追加で生産するということです。